ノエル・ゴディン・ノエル・ゴディンは、ベルギーの作家、評論家、俳優、パイ投げアナーキストである。今まで50人以上の著名人にパイをぶつけてきた、パイ投げのプロ。これまでの犠牲者は、アランドロン、ジャン・リュック・ゴダール、マルグリット・デュラス、ベルナール・アンリレビ、カトリーヌ・ドヌーブ、カール・ラガーフェルド、ケニー・ロジャース等々。1998年に、彼のグループが、 マイクロソフト最高責任者であるビル・ゲイツをパイ投げで奇襲したことで世界的注目を浴びるようになった。ゲイツを攻撃した後ゴーディンは伝えられるところによると私の仕事は成し遂げられたと叫んだ。ターゲットとなる相手を選ぶ時の基準はパワフル、セルフ、イムポータンス、ラッキング・オブ・ヒューマー。ありがとうございます。